本日はお菓子のいただき方とお茶の飲み方をお稽古をしていきたいと思います。お菓子はお茶を美味しくいただくためのものでございまして、お濃茶に出される生菓子をおも菓子と呼びます。日頃薄茶と言っておりますけど、その薄茶に出されるお菓子がお日菓子でございます。おも菓子は口高のものを、お重に似たような器がございますけど、口高は最も正式なお茶会の時に用います。お茶は季節感を大切にしますので、お菓子も季節感を出しまして、上手に春夏秋冬春夏秋冬を表現して楽しんでおります。もちろん美味しいのは当然でございますけど、見た目も楽しみながらいただくことができますので、だんだんお茶会が楽しくなると思います。ではお日菓子のいただき方をレッスンしてまいります。まずお日菓子はこのように2箇所に割り箸を出された場合は2個、3箇所に出された場合は3個と言います。お茶会には必ずこのお返しというものがございまして、お返しを、用意します。まず1枚だけですね、この1枚だけを、お返しの1枚だけを手前が割る、折り上げます。このようにですね、でお東家の前に出しまして、遠い方からお東をいただきます。手を器に添えまして、3箇所に置いてある場合は3個取ります。で、一番最後の方は絵が自分の方にございますので、相手の方に回して、そしてどうぞお下げくださいという無言の皮がございますので、相手の方に絵を置いて、それでいただきますけど、あまりも下の方でこう思ったら美味しくなさそうですし、上の方だったらちょっとがっついてるような感じがしますので、帯の高さぐらいですね、その高さぐらいで手で大丈夫です。いただきます。口の中で溶けますので、まあ、ゆっくりいただきまして、もし、いただいた後はこのお返しが1枚だけ汚れてますね、それでそのお返しを折りまして、真ん中ですね、この真ん中にお返しを入れまして、もう持ち帰りまして自宅で捨てます。その後この薄茶が出てまいります。薄茶は夏は平茶碗といいまして、このような平らな抹茶碗になっております。でお茶の基本というのは冬は涼しく、夏は涼しく冬は暖かにという基本がございまして、見た目も涼しくいただきますので、茶碗も平茶碗という
を持ちるようになっています。で、右手で持ちまして、お隣がいらっしゃいました。お隣の方に少しやりまして、お先にご挨拶いたします。自分の前に持ちまして、お手前頂戴いたします。丁寧に申し上げます。右手を取って左手に乗せて一回回します。軽く感謝します。二口飲みまして、結構でございます。と、亭主の方に申します。立てた方はどうかしら、本当に美味しいかしら、心配ですので、結構でございます。と言われたら、安心して次のお手前に入ることができます。あとは、まず二口飲んで結構でございますと言いますので、あとは何口でも結構。ご自分のお好きなような飲み方で結構。飲んでしまいましたら、ここの飲んでしまって、今ちょっとお稽古ですから残してますけど、親指で中押しと外押しと人差し指の一つですね。これで口紅を引いてしまいますので、飲み口を。軽くこのお返しで汚れた手を拭きまして、でもう一回回します。絵が自分の方にあったのが相手の方に乗せます。そして拝見をしますけど、ヘリがありましたらヘリの外に、飲むときはヘリの手前ですね。それで自分が拝見をいたします。普通のお茶碗はこういうお茶碗になりますね。それで拝見をいたしますけど、自分あんまり高価なものでございますので、もし落としたりとか壊したりしたら、とても弁償するのは大変でございますので、できるだけ畳に近づけて拝見をいたします。で、後ろの方も裏も拝見するときはこのように裏も拝見して、いいんですけど、できるだけあまりも傷がつかないようにですね、自分の方がで景色を拝見いたします。素敵なお茶碗とか高価なお茶碗、やはり触れたら心が豊かになりますので、これもお茶会の楽しみの一つでございます。で、拝見しましたら畳のヘリの外に出して、もちろん絵がないのでも相手の方に一回回しまして、畳の部屋に向こう側に置きましたら、どうぞお下げくださいという無言のご挨拶になります。これがお薄のただお菓子のただ、お茶のいただき方とお菓子のいただき方でございます。まあ、次に最初に申し上げましたおもがしというのが出されます。お菓子ももちろん、お茶がおいしくいただくためのお菓子でございます。おもがしの後はお紅茶が出てまいります。おもがしのいただく方、右左でお隣の方にご自分とお隣の間に少し寄せまして、お先に必ずご挨拶をいたします。右左でお茶を持ちまして、左から引きまして、お菓子頂戴いたしますと亭主の方にご挨拶いたします。
そして これもお東の時と一緒で1枚だけ手前を輪にしております。お返しをおります。おもがしというのはちょっと柔らかいのでベタつくかもしれませんので、このような貸し切りを持っていたら持参したら便利です。お菓子の前にお返しを置いて貸し切り、お菓子切りを見えます。手を添えて黒文字を上から取ります。手を添えて横から吸うと、でこの黒文字がちょっと汚れますので、お返しの先で拭きます。貸し切りを持って上に黒文字を揃えておきまして、隣の方と自分の間に置きます。でお隣の方もまた同じような仕草でお菓子を取っていきます。でこの用事、貸し切りと言いますけど用事とも言います。用事で小さく切って そしてこのようにいただきます。いただいた後はお東と同様真ん中にこの用紙を挟み込みまして、汚れたお菓子は真ん中に置いて、ご自宅で処分いたします。で真冬のお茶の時はこのような深いお抹茶碗が出てまいります。これは冬は寒いのでお茶が冷めやすいので、いつまでも温かく飲めるっていう心尽くしのお茶碗でございます。これも出てまいりましたら横の方にお先にとご挨拶いたしまして、自分の前に置きます。お菓子頂戴いたしますと言ったのと一緒で、お手前、今回はお手前頂戴いたしますと申し上げます。右から右手で取って左手に取って、これも一回目で、これも一緒ですね。二口飲んで結構でございます。飲みます。あとは自分の好きな回数で飲んでも構
構いません。飲んだ後、また中に人差し指、親指を中に入れて、そっと押して、中一つ、外一つ、人差し指を拭いて、で、お返し、ここに ついてるお返し、ちょっと手を拭き出して、自分の前に置きました。やっぱり背景にお返します。で、自分の方が横になって、見たりして拝見をした方があまりもお茶碗を動かすよりも大切に扱っているということになります。もちろんお茶席では貴金属は全て外してお茶碗に傷をつけないように、また真珠のネックレスとかもお茶碗についたりしますので、全て外してお茶席に臨みます。で、このような素敵な高価なお茶碗、またお菓子が出ますので、見た目も楽しく、まあ、最高に充実した一日を過ごすことができると思います。皆様もぜひチャレンジしてみてください。ではまた次回に。